マジ泳ぎ、本気で泳ぐということだな。失礼ですが、タケル様、泳ぎの自信のほどは。サブマリナ？あまり泳ぎとは関係がないような名前だな。沈んだらそのまま浮かんでこないような気もしますわね。よし、わかった。では100メートル競泳としよう。どうした、足りないか？同時にここから海に入り、100メートル泳いでここに戻ってくるということでよろしいですか？異論ありません。問題ない。つくよみ。は、あちらを。ちょうどあの部位が50メートルでございます。マナさん、ご苦労様。では皆様ご検討ください。はい。うん。何でしょうか？構いませんよ、タケル様が勝利できればの話ですけれど。あまり大きく出ると後で後悔するぞ。どうやら私が一番。メイヤ様、どうした？ユヒ様とタケル様が。何？タケル、姉上。ユヒ様、姉上。タケル、どうだ？何だと？こちらつくよみ、緊急事態発生、救急医療班をこれに。3分以内には。遅い、応急処置が必要だ。私が行う。そんなことはどうでもいい。ここは人工呼吸が必要だ。人工呼吸？そうだ。無論口移しによるものだ。どうした？なんだと？それはいかん。ここはわた私が。お、なんだこれは。足に鎖が絡まって動けん。
面し白金、白金、殿下に人工呼吸を行え。貴様に、貴様になら託せる。早くしろ。マウス2マウスによる人工呼吸は呼吸停止の溺水者に対する通常の処置だ。そうだ、これは人命救助なのだ。何も横島な考えを抱く必要はないのだ。早くしろ。お待ちください教諭、姉上の症状から考えて人工呼吸は不要ではないでしょうか。その通りです教諭。だが殿下の容態を鑑みれば、一刻も早く呼吸を回復させるのが最良の選択だ。白金、何をしている。早く人工呼吸を行え。なりません、タケル様、時期尚早でございます。キース、バカウケ。早まるな、タケル。それはそうなのだが、タケル様、やめるのだ。お待ちください。タケル、違うのだ。姉上は無事だ。落ち着いてください、タケル様。このような場合、人工呼吸の前に意識と自発呼吸の有無を確認することが先なのです。よく見ろ、姉上は立派に自発呼吸しているではないか。しかもどうやら応急処置すら不要の様子。姉上、いい加減にタヌキ寝入りはやめていただけませんか。タケル様。ああ、ねえ、う、え。この後に及んで白々しいですぞ。ふん。あと一息でしたのに。やはり名誉にしろマナさんにしろ、その目を欺くのは容易ではありませんね。これが姉上なのだ。ウォーケン教諭。なんだ。教諭のお心遣いは大変ありがたく頂戴いたしますが、さりとて初歩的な状況の確認もせず人工呼吸を促すなど、いかがなものでしょう。いや、私はてっきり。本当か？あ、まさかてめえが人工呼吸したかっただけとかいうことじゃねえだろうな。あ、お、ソーリー、とても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 すごくごめんなさい。 See you。 ユヒ様。はい。人命救助をこのようなおたわむねに利用するなど感心いたしませんね。はい、それは。では救急医療班も到着したことですし、参りましょうか。え、ですが私は。万が一ということもございます。私はイソップ童話の狼少年に登場する大人とは立場が違いまして。私は本当に何とも。たとえユイヒ様が99回嘘をおつきになっても、100回目が本当である可能性を常に考慮しているのでございますよ。今回は念入りに検査させていただきますので、お覚悟ください。タケル様。まったく。
自業自得だ。時にたける、うん、姉上に人工呼吸をしたかったか。いや、なんでもない。姉上が戻るまで二人で楽しんでいようではないか。まったく、ひどい目に遭いましたわ。それはどこの世界でも同じですので、ご承知おきを。二人とも言葉にトゲがありますよ。もう少しいたわって。無理です。いつまでも根に持つなど大人げありませんよ。まったくだ。三つるぎさん、榊と鈴宮ではないか。当然でしょ。ところでどうしたの？元気ないみたいだけど。実はタケル様とメイヤが私に意地悪を。白金くん。よく意味わかんないんだけど。